こんにちは。テンバーアカデミーフリヒデオです。本日は、日本アマゾン終了のお知らせという、日本アマゾン、中国輸入、そして輸入した商品を日本アマゾンで売ると。まあ、これは今後稼げなくなるでしょう。まあ、なぜかというとですね、今まで日本のアマゾンというのは、日本の銀行口座がないと、参入できなかったと。で、海外からの FBA 納品も受け取れなかったというのがありました。ところが今や、海外から日本の Amazon の FBA 倉庫に直送もできますし、さらに大きいのはですね、この銀行口座が日本の銀行じゃなくても良くなったと。アメリカ、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、そして香港、インドと。香港ですね、特に問題は。中国輸入の商品って、香港の人がね、結構扱ってるんで、で、ところがね、海外の人が日本の銀行口座を作ってのはすごい大変だったんですね。ところがね、香港の口座だったら、当たり前ですけど、香港の人持ってるんでね、香港の出品者が日本のアマゾンにも商品を出してくると。もうこうなると、中国本土とね、地続きで中国語のわかる香港の人が、日本のアマゾンに出品する。片や日本人は中国も分からず、中国の商取引も詳しくないのに、なんとかやっとこすっとこ、日本で出品してる。勝負にならないですね。まず、日本アマゾンで今まで中国輸入で稼げてた人も相当稼ぎにくくなると思います。というか、ほとんど稼げなくなると思いますね。円安も進んでますし、市場の大きさ考えても、もう日本アマゾンやってる場合じゃないんではないかと。いうふうに思います。まさかね、日本アマゾンが海外の銀行口座でできるようになるっていうのも、私は予想してなかったですけど、それ以前に、市場性とかね、差額の取りやすさで輸出に切り替えて、アマゾン輸出をここ、3年、4年やってきたわけですけど、もうこの銀行口座ね、日本の銀行口座いらなくなった時点でもう、勝負ありだなと。ね、日本アマゾンはもう、なかなか稼げないだろうというふうに思います。そんなわけで、今年の、年末セールは、日本で稼ぐんではなくですね、ホリデーシーズン、クリスマスセールのメッカ、アメリカで、稼いで良いお年をお迎えください。日本のアマゾンは稼げなくなりましたけど、円安もあって、アマゾン輸出の方はますます稼ぎやすくなってます。この機会にアマゾン輸出、始められてはいかがでしょうか。まずは、無料メルマガで、どんなふうな商品を扱うかとかですね、どういう点に気をつけると儲けやすいかというのをチェックしてみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。